でも普通じゃないですよね。宝塚を辞めるときに理事長に。自分が一番分かってます。私は変わり者です。やっぱじゃあ渋木さんは普通ではないと。結構周りからも変わってるって言われてたんですか。だから今まで出会った人の中で最も変な人だったのはどんな人ですか。美人霊人だけではなくて変人奇人も多い宝塚で。変人奇人多いんですか宝塚って。いや、変人奇人は多いかどうか知らないですけど、うんうん、いや、でも普通じゃないですよね。普通の人だったら多分宝塚に入りたいと思わなくないですか。やっぱじゃあ渋木さんは普通ではないと。いや、私は多分宝塚の中でもとびきり変わってると思います。あ、そうなんですか。あ、とびきり。とびきり変わってると思いますよ。変わってたと思います。それはなんか、はい、結構周りからも変わってるって言われてたんですか、宝塚の中でも。あ、言われ、あの、私、あの、宝塚を辞めるときに、うん、なんか、あの、言われました、理事長に。え？変わってるっていうか、もう、お前は、っていうか、あなたは、もう、しょうがないと思ってましたって言われました。理事長に？はい。今までその、一番偉い理事長は、ずっと貯めてて、卒業するまで言わなかったんですね。怒られたことはないんですよ。あ、まあまあ、怒っても どうにかなるものではないんでしょうね、きっと。いや、多分ものすごく個性的だったんですよね。はあ、どんなところが個性的だったんですか。どんなところ、ちょっと私、あの、どんなところか、髪の毛を、あの、ちょっと、あの、男役なんですけど、はいはい、ちょっと男役っぽくなく、ちょっと長かったりとかして、はいはい、まあそれは役作りの一環でもあったりとかする、したんですけれども、はい、で、なんか、やっぱり宝塚の伝統って、まあリーゼントに、こう、パンツスタイルみたいな、なんか、私あの、宝塚の、その、ファン時代なくして宝塚に入ってしまったので、ほう、あの、舞台はちゃんと男を徹底しますけど、やめたら別にいいんじゃないかみたいな、ちょっと自分のマイルールがあって。ああ、はい。あ、別に宝塚やめたから、そう、宝塚ルールに縛られる必要ないよね、みたいな。あの、財団中に、あの、舞台以外は別に私でいいんじゃない。舞台の上は演劇をするけど、舞台降りて、もう楽屋とか外出たら、しぶき順に戻るみたいな。そうですね。しぶき順と言いますか、はいはい、あの、そう、役名じゃなくて、で、まあ、普通はなんか宝塚って、あの、舞台も男役だったら、もう舞台降りてもかっこいいみたいな、イメージなんですけど、だからそういった意味で、ちょっと、私は、まで、なんていうかな、男役を降りてまで引きずってなかったっていうか。あ、でもそこでなんか、マイルールで、ここは変えようっていうふうに思ってやってしまうのはなんでなんですか？みんながなんかそれでやってるんだったら、同じようにやればいいじゃないですか。変えようっていうか、そうですよね。なんでだろう。マイルールでっていう、要は他のルールが違うのはわかるけど、私はマイルールっていう。いや、なんか、私は多分、ファン時代がないからだと思います。私たちの宝塚を知らないで入ってしまったので。あ、でもほら、知らないだとしたら、あの、こういうもんだよって言われたら、あ、そうなんだ、じゃあそうしますのはずなのに、マイルールを突き通したんですよね。それはですね、あの、宝塚知らないで入ってしまったから、うん、なんか一番最初に、あなた誰々に似てるわねって言われたんですよ。宝塚の上級生。はいはいはい、でもその上級生のことも存じ上げないし、でその時に、いや、私は私だからみたいな、っていうのがすごくあって、は、なんか誰かじゃなくて私みたいなの、なんかそれがすごくありましたね。え、でも一般的に言われたら、あ、そういう人いらっしゃったんですね、どんな人ですかとか話を広げていけばいいじゃないですか。私は私みたいな。なんでそんな喧嘩腰なのって。え、喧嘩腰とかじゃないんだけど、なんで15歳だったんですよ、私入ったのが。はい。だからちょっとなんか訳が分からなかったっていうのもあって。ほう。で、実は男役とか女役さんとかは劇団の先生が決めてくださるもんだと思ってたんですけど、入った当時は164センチだったんですね。はいはいはい。で、私そのポニーテールにセーラー服で受けたんですよ。うんうん。で、無知識で受けて、
もう本当に申し訳ないんですけど、運よく受かってしまって、はいはい、で、その時同期で、一緒だった、一緒に受かった子が、まあ、彼女はもう男役、ファン歴もあって、男役になりたいっていう志望で受けてたんですけど、私と同じぐらいの身長で、まあ、年も一緒で、で、私を見て、まあ、宝塚っていうと、まあ男や、女性が女をやる、お茶、女性が男をやるっていうの売りじゃないですか。男装をやる。はいはいはい、で、まあ、誰もが憧れて、やれるもんなら男役やりたいって入ってくるんで、私その知識もなく受けてしまったので、はいはい、で、その時に同期が、受かったら、まあ、ポニーテールセーラー服の私を見て、受かったら髪の毛切んなきゃいけないんだよって言われたんですよ。はいはいはい。で、あ、そうなんだって言って、で、受かるもんだとは思ってなかったんですけど、運よく本当に受かってしまったので、髪の毛切ったんですよ。はいはいはい、バッサリ。うん、もう そしたら、授業の時に、髪の毛が短いイコール、私は男役志望っていう、その演劇の授業の男役の部類に入れられてて、いつの間にか。はいはいはい、なんか知らずに髪の毛を切ってしまったがために、自分のなんかこう、わけがわからないに、何も認識してない時に、知らずに男役になってったっていう。ああ、なんか切るもんなんだよと思って切ってったら、もう短いからこの人は男役をやる人なんだって周りが勝手にもう。そう、みんなファン時代を経て私はこうなりたいとかこうなりたいもう本当に熱い思いを持って受験してきて受かるパターンがほとんどなんですけど、私の場合本当にバレエをやってて小さい時から。はいはいはい。バレリーナになりたくて、ちょっとバレリーナにはちょっと大きすぎちゃって、はいはいはい、白雪姫を踊った時に王子様が私より大きくて、それでショックを受けてしばらくバレエに行かなくて、王子様の方がちっちゃかったんですよね。王子様の方がよりは、そう、私の方が大きかったですね。はいはいはい、でそれにショックを受けて、もうバレリーナになることしか、ショックですよ、バレリーナになることしか考えてなかったんですけど当時で、まあ、バレエをちょっと休んだ時にうーんとかも思ったんですけど、でもやっぱりバレエが好きで戻った時にバレエの先生にあなたは宝塚受験したらみたいな、あなたにはぴったりだからってことを言っていただいて、じゃあそんなに言っていただけるならと思って一度受験しますって言って受験したんですよ。そしたら、まあ、運よく本当にラッキーなことに受かってしまって受からせていただいてっていうことで、もう訳がわからないうちに、で私の中では、はい、バレエのコンクールを受ける感覚で。あ、じゃあ、ここで受かればバレエができるんだと思って。そうです、そうです。で、受かって、よし、バレエやると思って、あ、なんか髪とか切るんだ、はい、ふうみたいな。そうなんです、まさに。はあ。ちょっと本当に申し訳ないんですけど、皆様には。はあ。でもなんか最近だと、バレエとかでローザンヌのコンクールで日本人の子が優勝したりとか、結構日本人でバレエで海外に行く人いるじゃないですか。はい。ただ日本だと背が低いだけど、別に164って海外だと普通じゃないですか。だから海外行っちゃえみたいにならなかったんですか？それがですね、私の時代、ちょうど私が行ってましたバレエスクールの、私1期生だったんですけど、2期生、3期生の子はローザンヌ取ってるんですよ。え、待って待って、して後輩取ってるんだったら、しずきさんも海外行きゃよかったじゃないですか。でもね、そこまでの実力は多分なかったんだと思うんですよ、私、バレエの。コンクールは出させていただいたんですけれども、で、なんかま、踊りがでも大好きで、小さい時からバレリーナになることしか考えてなかったから、はいはい、踊れない、そのなんで、自分の志望というものが、こうなりたいっていうものが、その白雪姫をやった時に、もう真っ暗になっちゃったんですよね。え、でもそれ別にほら、背の高い男の人もいるじゃないですか、バレエやる時に。その人と組めばいいというだけじゃないですか。いや、そうですね。当時は、日本の方は少なかったです。今でこそも大きくなってきてますけど。ああ、確かに、もともと男性のバレエダンサー自体少ないですもんね。そうなんですよ。ね、だからちょうど草刈民代さんとかと同じぐらいの世代なので。多分彼女も海外とかに行かれてるじゃないですか。ああ、そうか。そう。そうなっちゃうんだ。で、そのなんか何も無知識で宝塚に入ってしまったから、もうそれはそれは大変でした。入ってから。じゃあ、でも宝塚ってそこまでバレエをやる場所でもないじゃないですか。むしろ演劇と歌じゃないですか。そうなんです、そうなんですよ。だから宝塚。
そう入ってみて練習とかであれみんなバレエやってなくねって気づきません？いや思いましたよ。バレエやってない人もいますし、はいはいはい、でもすごく歌がうまい子もいますし、むしろその私 バレエ志望ですって言った人って渋木さん以外いたんですか？いや、いないです。みんなだって、ただ授業が、私はだからバレエの授業は楽しかったですけど、はい、演劇とか他の授業に全くその入っていながら分かってないので、はいはい、で、なんで演劇するんだろうと思って、で、なんでピアノをするんだろうとか、すごい不思議。ほら、まあ、最初の一週間ぐらい不思議だと思うんですけど、まず宝塚は何だろうって調べたら、あ、こういう演劇をやるところなんだって分かるじゃないですか。ちょっと舞台も見てないんですか、その宝塚の。見てないんですよ。え、どういうこと？舞台見ないで応募すんの？一回、一時が受かってから慌ててみたんです。受かると思ってないで受験してるので。とりあえず、いろんなものにとりあえず申し込んでみようで、受かってから宝塚ってとこ受かっちゃったけど、はい、なんだろうね、見に行ったんだ。普通のなんて言うんですかね、うん、OL さんにはなりたくないなと思ってて、はいはいはい、私、当時から、そのバレリーナになりたいと思ってたから、うん、その中、はいはい、夢がシフトできなかったんですよね、次に、なんか。で、そんな時にいただいたお話が宝塚受験で、で、高校も受験して受かってたんですけど、でも高校、はいはい、ちょっと宝塚受験って遅いんですよ。一般より。あ、はいはい。それで、でも、やだ、OL さんじゃなくて、普通のなんかはやだ、踊りたいなと思ってて、受けた。で、受かっちゃったっていう。それで、わけがわからないまま、学校2年間過ごして、ちょっと遅いんですけど、で、学校でそのまま、宝塚って音楽学校2年間なんですよ。予科生、本科生って言ってあって、その後に初舞台を踏むんですけれども、初舞台を踏んで2年間で、学校入れて2年間、丸4年間ぐらい、わけがわからなかったです。自分が男や、でもほら、もう見に行って最初の1年ぐらいでみんながこれやってこの舞台のためにやってるんだとか分かるじゃないですか。はい。でもなんか何のために歌やってんのか分かんねえと思いながらずっと歌やってたんですか？いや、ここはなんか本当にね、分からなかったんですよね。今でこそなんかこうネットでね、だって調べるけど、そんな時代じゃもないですよ、まだ。いや、周りに聞けばいいじゃないですか。いっぱいだって同級生いるじゃないですか。でも同級生がお姉さんばっかりで、その15と18ってすごい年の差ありません？あ、その頃の。15歳の人って少ないんですか？ 15、うちの木は8人いましたね。はあ。だからもうなんかもう、同期の中でも一番下なので、その、だから大人の中で子供がいるみたいな、ちょっと、だから、なんでしょう、わけが分からなかったんです、本当に。まあ、同期もそんなに仲良くなさそうですもんね。仲いいですよ、同期はもう、一番私下なので、全部面倒見てくれて、でもなんか、いつもあなた泣いてたねって言われます。あ、泣いてたんですか？泣いてたらしいです。あんま覚えてないんですけど。まあ、バレエをやりたいのになんでこんなところで演劇の練習してるんだろうね。いや、だからわけがわからなかったですよね。だから普通の人、普通の OL さんとかにはなりたくないけれど、でもこのダンスを踊れるからいいや、みたいな感じで、なんか、そんな感じでした。やめようと思わなかったんですか？実はね、思ったんですよ。まあ、泣くぐらいだったら思いますよね。いや、学校の時は思わなかったです。あ、そうですか？学校の時は、本当に、とりあえず厳しいところだよっていうことだけインプットして、入ったので、ならなかったです。で、劇団入って、その2年目、学校入れて4年目の時に、初めてちょっとこう、ちょっと主要の、新人公演っていうのがあるんですよ、宝塚って。はいはい、1日だけ、ちょっと、お値段も安くて、半額ぐらいで、半額だったかな今わかんないですけど。まあ、若手が練習的にやりますよ、みたいな。多めに見てくださいね、みたいな。はい、そうそう。1日だけあるんですけど、その時になんかちょっと、まあ、主要人物みたいな、主役ではないですけど、お話に関わるような役をいただいた時に、こう、歩きながらセリフが言えなくて、ほう。セリフと動きが別になっちゃう。
え、だって、でも一応2年ぐらい練習してたんですよね。したんですけど、したんですけど、できなくて、ほう、で、その時に、お前はロボットかって言われたんですよ。先生に、演出家。その時に、あ、私男役なんだって初めて思ったんです。え、待ってください、待ってください。歩きながら喋るのが難しい。はい、演出家の先生に、はい、お前はロボットかと言われた。はい、で、はい、私は男役なんだから、ちょっと僕の中で繋がらなかったんですけど、ロボットかって言われると、男役はロボットでもできるってことなんですか？え、多分、それまで、やらなきゃいけないことがいっぱいあって、私の多分、頭にはついていけない、こう、なんか、無なので、何も知らないで入っちゃってるので、はいはい、いろんなことが、はいはいはい、皆さんはもう本当にもう、ずっともう目指して入ってきてるので、いろんなことが普通なんですけど、私の中ではもう全てが新しすぎて、そしてもう周りも大人ばっかりで、もう訳がわからない状況下の中、ちょっと話飛んじゃうんですけど、芸名も、はい、私適当につけたんですね、このしぶきじゅんって。あ、そうなんですか。適当なんですか。そうなんですよ。それは音楽学校の時につけるんですけれども、なんかそんな感じでなんか訳が分からず4年間過ごしてきちゃったから、でそのなんかロボットかって演出家に言われたことによって目が覚めたというか、なんかやっとなんかこう全てがつながった。あ、私は本当はロボットだったんだみたいな。違うよ。あ、違う、そこではない。はい、違う、はい、私は男役なんだって思ったんです。はあ、男役なんだ。あ、そっか、みたいな。ロボットではありません、男役です、みたいな、そういうことですか？はい。そう、はあ、そうです。なんか遅いんですよね、はあ、いろいろ。理解する。まあ、そうですね。はい、はぶられてんの気づくのに19年かかりましたからね。はぶられてないですよ。ほら、同期見に来てくれてますから、いっぱい。じゃあ、そういうことにしといて。ちょっと。